割ってんのやら。もう城に来たのか。うわ背景綺麗だな。回復使えなきゃダメだろこれ。なんつうか。爆弾ばっかり投げられるとまともに戦えない。80とか食らいすぎだろ。そんなに回復アイテムもないってのに、こかすたびに爆弾ばらまきながらこけるのもやめてほしい。そもそも回復量よりも食らうダメージの方が多いっていうのがきついんだよな。温泉かセーブポイントが欲しいよ。もうついクラッサラ死亡的な。一番居合は見えてるやつにしかダメージがいかないみたいなんで、うまいこと次食らうと死ぬ。しゃレベルアップ。回復節約したかった。ちょうどいい。おお、すっげえ背景。おっと進む。上もある。こっち行ってみるか。裏道かなんかかな。アイテムか。甘酒。にしてもすっげえ背景だなこれ。切り込みが半端じゃない。おっと居合が全然届いてない。普通の太刀の方が戦いは安いという。ちょっとまともに食らうだけです。よし、やっぱ一本メイン武器一本必殺技用みたいな感じかな。うざすぎだろこのザコども。あ、そうか、爆弾は打ち返すと自分の武器になるのかな。なるほどね。わーい。よし、これザコ戦はスルーできるのかな。お、アイテム。ザコ集まってきすぎたろっていうね。
これが使いやすいんだよ。そんな威力はないんだけど、無敵で移動ができるからほぼ確実に相手の攻撃を回避できる。よし、そろそろ奥まで進んできたぞ。ボスの前にはセーブポイントがある優しさが欲しい。戦いに行く。これどうやって戦うんだ。こっから切り上げたら、まだありそうだよな。体力きつい。居合かましたのでね、まだ壊れてる。どうせここ戻ってくるんだね。どうすか、ジャンプ中に横ここだ。よし、こういう時こそ俺地面じゃないと使えねえのか。さあどうしたものか。普通に攻撃を見せらしてから行けいいだけか。やっと終わった。一番上まで上がって、こっちじゃない、ことはこっちか。ああ。ちゃんとセーブポイントは置いてくれるんだ。いや、それほどきついってほどでもないか。つうわけで明らかなボス戦に進んでみよう。このキスケは逃げも隠れもしねえ。手間暇省いて俺の方から来てやったぜ。大将はどこだ、出てきやがれ。裏切り者と呼ばわったそのわけ、じっくり聞かせてもらおうか。さあ、大将誰だろうな。会話って結構のんびりしてるな。
館様がウヌなどに哀れるはずがあろうや。ゲロ、調子に乗りよって。ああ、頭戦わないんだ。任務のためなら兄弟のように育った6人の仲間をも冷酷に切り捨てるキスケが裏切るとは思いもよらなんだ。未練たらしく腰にぶら下げた6つのドクロは後悔からか。ウヌのを添えてドクロ7つ、野杖にでもうずめてくれよ。なるほど、そのドクロにはそんな意味があったのか。わっ、なんかすげえやつがいる。共に美濃へ向かったあの時とはまるで別人じゃ。一体何がお主をそこまで変えたというんじゃ。使命を覚えておらんのか。共になる神の城に潜入したではないか。お主本当にキスケか。お、これはしたり。年葉もいかぬに並ならぬ腕前。されど所詮は忍びごときの芸当、柳生雪之丞の敵ではない。異様な殺気をまといやがる。こいつ相当にできる。柳生といや、まさか柳生新陰流の。このたわけめが己の雇い主の顔も忘れたか。今すぐに切り捨ててくれるわ。さーって、ボス戦か。谷の結界封印を破ったのはそのたちか。なんということをしてくれた。この暗夜城築城の折、人柱となった人質100人の怨霊、100年と100日を経て大ムカデとヘンズルを封じた結界ぞ。この異様な地鳴りこそ化粧となった怨霊の解き放たれた証拠に違いない。今に城の者すべてをたたろうぞ。雪の城じゃなくて大ムカデになるのか。どっちと戦うんだ。そうとは知らず封を解いたが、俺のせいには違いねえ。放って逃げちゃ寝覚めが悪いぜ。そういうことは大ムカデか。雪の城と戦おうと思ったんだけど、大ムカデだ。さあ、なんか気持ち悪いのいる。おお。いたいた。いやいや、ああ、いろんなところに当たり判定がある。ああで、ダメージ与えると消える。なんだろう、向こうの当たり判定がいまいち分かんねえな。頭のとこだけなのか。とりあえず頭のとこはダメージ判定があるから気をつけんとダメと。そうそう、武器が割れそうだ。おっと、俺そんなに強くないのかな。お、ボス戦の途中でレベルアップとかできるといいな。お、なんかこう復活してんのか、もしかして。このまま戦ってたら一生勝てないんだろうか。それとも復活、あ、なんか動きが。やっぱ居合をまとめてかまさねえとダメだね。
すごく短くなってるみたいだからこれでいいのかな。で全部ぶち殺せばクリアになれんだろう、おそらく。ちょっとずつ短くなっていく。この時ダメージ何だろう。ダメだ。で顔を吹っ飛ばすともう隙まぐれになるのか。でそのまんま少し経つと頭が復活すると。なるほどね、まあ、もう謎が解けた時にはもうほとんど終わりなんだけど。これで終わりだ。ああ3分かかってしまった。経験値も1080ももらえてる。親玉打ち取ったり、他は特に目ぼしい評価項目もないな。イガシュキンド、今度は代々が破れるようになったってか。千番、大向かでの怪異現るなどと人に話せば笑いうざ。あやつの現実に皆が騙されたならなおのこと。いい面の皮よ。下人風情と侮っておったが、なかなかどうして惜しいやつ。殺すのは役立ててからでも遅くはあるまい。怪戻ってきたよ。たぶらかしよったな、キスケ。化け物などこの世におるものか。まんまと現実を食ろうだが、もう騙されぬぞ。まあよくある話だ。おい、さっきの続きが聞きて。ミノで一体何があった。鳴神藩のひた隠す宝刀を奪いに行く使命じゃった。公儀は気に食わぬ小藩の落ち度を探し取り潰しておる。徳川に近畿の村政を隠しておれば理由に不足はない。お主はなぜかその刀を持って逃げようとしたんじゃ。もう取られたのかな。怨霊を切り伏せたその構え、伊豆田陣九郎と同じ剣を使う者が他にもおったとは。お前は誰だよ。その方を殺すのはちと惜しくなってきた。どうだキスケとやら、腕を試してみぬか。申し出を受けるなら伊賀の上人らに働きかけ、抜け人一匹赦免いたすように説得してやらぬでもないぞ。うさんくせえ話だが、突っぱねるのは早計か。このままじゃこの先どこへ行ってもおちおち道も歩けやしねえや。まあ結局ね、断れないんだろうけどね。九段の鳴神で藩主鏡の娘虎姫が改易を不服として藩となって伊吹山に立てこもっておる。捕らえたいが姫に化け物がついたとの噂が立ち、少々手を焼いておる。その方なら化け物など物の数ではあるまい。伊吹山の鬼となりし鳴神の姫、公儀の手の者より早く召し取ってみせ。できれば晴れて自由の身じゃ。んなことはねえだろ。どうせやるしかねえんだけど。これなんだろう、もしかして歩いて帰らなきゃいけないとかねえよな。ショートカットとかねえのか。いや本当に歩いて帰らなきゃいけないのかこれ。ちょっとこれは不親切じゃないかな。
気に飛ばしてくれてもいいだろ。これ少なくとも城出るとこぐらいまでは。なんかアイテムあったな。一番近くのセーブポイントまで飛べるかなんかそんなんだったかな。最後に立ち寄った、これ使ったらあそこじゃん。ボスの前まで戻っちゃうじゃん。こっちじゃねえや。役に立たねえアイテムだな。まあ、目的地が出るのはいいんだけど。おっと、まあ移動がめんどくさいって言われるのもわかるわ。